レード・ジャノッティのチェロを紹介いたします。このチェロが非常に良くてパワフルな音を出しています。で、全体楽器の方はすごく健康で、またすごくサイズ的にもとてもいい感じします。倍音が非常に豊富で、それがものすごく響いてるんで、それがうわあ感動的です。で、ピアノを弾いてもすごくその滑らかなスイートサウンドが楽しめると思ってます。ぜひとも試してみてください。ジオバタ・モラッシのチェロを紹介いたします。まずはこのチェロを見ますと非常に綺麗です。裏を見ますとすごく派手に、その木の模様が見えます。大きさ的にもすごく構えやすいし、そしてバランスが非常によく作られています。そしてもちろんモラッシらしい、すごく素敵なイタリアンサウンドとします。弾くと非常に満足します。そして、バランス、長さ、ネックと、弦の長さがすごくバランスがよく取れて、音程が本当に自然に取りやすくてすごく楽しく弾けます。ぜひともこのチェロを、試してみてください。
フランチェスコ・ビソロッティのチェロを紹介いたします。新しい楽器です。2016年に作られました。見た目が非常に綺麗、とても裏板が綺麗で、本当に全体的すごくいい感じします。そして弾いた感じは別に新しい楽器の感じはしません。すごくまろやかな高い音色、そしてパワフルな音します。低音が太くて高音がすごく綺麗によく響きます。とてもいいバイオンもたくさん聞こえるし、とても弾くのは楽しいです。ぜひとも試してみてください。Thank you.
Thank you.